レナード・ダブリューホールとイスラエル首相、ダビド・ベングリオン。1951年、イエルサレムにて、レナード・ウッド・ホールは、ニューヨーク州選出のアメリカ合衆国会議員。ナスソー軍オイスター・ベイに生まれ、公立学校に通い、1920年に、ジョージ・タウン大学の法学部を卒業。1922年に弁護士資格を取得し、ニューヨーク市で開業。 ニューヨーク州会議員、ナスソー軍の保安官、共和党の州大会代表、共和党全国大会代表を歴任した。第76議会議員選挙で共和党から当選した後、6期連続で再選され、1939年1月3日から1952年12月31日まで在職した。1952年、 第83議会議員選挙にて再出馬せず、1952年11月に、ナスソ軍の代理に選ばれた。辞職して、共和党全国委員会委員長となり、1953年から1957年まで勤務した。1958年4月のブリュッセル万博、開会時には、アイゼンハウアー大統領の代理を務め、ガーデン式とニューヨーク市で、 弁護士業を再開した。ローカストバリーに住み、1979年にグレンコーブにて死去。ローレルホローのセイントジョン教会記念墓地に葬られた。ありがとうございます。